道の駅でお弁当買ってきました。のとちり浜の道の駅ね。はい、ちり浜おにぎり弁当、お芋のフィナンシェとかコーヒー買いました。これはね、米飴です。奥能登の米飴買ってきました。これ砂糖代わりに使います。ヨーグルトに入れたりしても美味しいです。あー、こたついいね。とってもいいです、こたつ。ちり浜おにぎり弁当を食べて、ちょっとゆっくりします。お腹すいた。ホテル、ゆばなさんが作ってるんですね。じゃん。あ、美味しそうですね。貝乗っとる。お茶沸かそうかな。ちょっと本当はダメやけど、直接これでお茶沸かそう。よいしょ。はい、出ました。マスラオさん。お茶は、煎茶。ちょっと、待ちきれないから食べよう。美味しい、おにぎり弁当。幸せ。あったかいし。幸せ。おいしい。はち。はい、お茶。貝の出汁が効いてるおにぎりで、貝好きのお芋も満足でした。はい、ごちそうさまでした。